マフラー巻きました。冬なんで。あったかいです。暖冬。撮影です。珍しい。冬に撮影するの初めてかも。え、やりたい。もこもこ。あら、いや寝てないですよ。寝てました。今瞑想してました。最近はお昼寝、あと食べること、お米。昨日ですか？昨日はゲームして猫とゴロゴロしてました。昨日はお休みで久しぶり。今全国ツアー回ってて、ツアーが終わって、地方のツアーが終わって一休みってことで、でもずっと変わらずゲーム実況とかアニメばっかり見てます。メンバー間で進撃の巨人にが流行ってます。見てますか？そう、最近最終話が公開されたじゃないですか。そこからみんなハマっちゃって、実況はフリーホラーゲームばっかり見ます。最近モンハンナウにハマって、ずっと1時間ぐらい外歩いたりするんですよ。お散歩で結構一駅分多めに歩いたりとかして、なんかわざわざ出るのは嫌なんですけど、引きこもりだから。お仕事で外に出た時にちょっと多めに歩いたりはする。あ、作んないです。出前出前。最近は自炊をやめました。最近遠征が多くてなかなか家に帰れないから、地方のご飯をいっぱい食べてました。編集点。すごい大人っぽいです、今までよりも。でも撮影自体がシュープレさんは1年半、さらに大人になりましたね。色気は中身はそのまま。5歳児のまま。でもすごいめっちゃいいですよこれ。大人っぽい、別人みたい。暑い。本当にサウナです。でもサウナハット似合うらしいです。え、めちゃめちゃ気持ちいいです。なんか私よくお母さんとサウナとか温泉に行ったりしてたんですけど、お母さんが入るサウナが98度ぐらいでめちゃめちゃ暑かったんですよ。で、今日もどれぐらい暑いかなと思ったら、今日はすごいちょうどいいポカポカ温度でした。で、今も結構福岡に帰ったら家族で温泉旅行行ったりします。汗かくとすごい寝れる感じします。ライブの後とかもすごいびしょびしょに汗かくんですけど、汗かいた後はめっちゃ寝れる気がします。今めっちゃかいてます。いい感じ。え、これ初めてかぶったんですけど合ってますか？にわかじゃない？でも嬉しい、初めての撮影めちゃめちゃ嬉しいです。楽しい。じゃあお別れ。バイバイ。Storms weather short or long, will I still be right? 撮影終わりました。
今日はねシュープレの撮影は1年半ぶりだったんですけど、マフラー、ふわふわのマフラーから撮影が始まって、テーマはね今回なんとモコモコだったんですけど、気づいたらどんどんなんかあれ大人っぽいって感じになって、最後はサウナに入ってほかほかにつやつやほかほかで終わりました。本当に5着着たんですけど、大人っぽい私だったり冬っぽい可愛い私だったり、いろんな私が見れるので、ぜひ久しぶりの週刊プレイを楽しんでください。そしてね、週プレをご覧の皆様、なんと私ですね、もうすぐ来年じゃないな、もう今年、もうすぐ3月14日に念願の日本武道館でワンマンライブもあります。バババンビのライブぜひ見に来てください。待っとるねー。